舞と高志の運命の赤い糸は、遠い幼い頃から強く結ばれていたはず。舞い上がれ。舞と高志はお互いの気持ちを素直に伝えることで、やっと結ばれることができました。二人は結婚へと進んでいくのですが、二人のことを知る多くの人は喜んだでしょうね。特にめぐみさんとゆきのさん、まさるさんは昔からの知り合いで、めぐみさんはたかしが心の優しい穏やかな青年であることを知っているし、ゆきのさんとまさるさんは舞も同じく心の優しい頑張り屋の娘だと知っている。自分の子供はどんな相手と結婚したんだろうと心配することはない。昔から仲のいい知り合いの子供が本当の息子と娘になってくれる。こんなに嬉しいことはないでしょう。昔から自分たちの本当の息子や娘のように可愛がっていた。そして家族のような付き合いをしていた。それが本当の親戚、家族になった。きっとコータさんも空の上からとても喜んでいるでしょう。第21週、新たな出発のお話は、舞と高志は好きということを伝え、気持ちを確認してから8ヶ月が過ぎた2015年3月。後藤から翔子が孫の結婚式を祝うために東大阪にやってきて、娘めぐみと語り合う。そして結婚した舞と高志は、コータさんの仏前で報告する。一方、舞と高志の結婚を祝うために、カフェノーサイドでは、兄の春と幼馴染のくるみ。後藤からは、翔子、木戸、慎吾、桜。なにわバードマンのかつての仲間のゆら。航空学校の同期からは、矢野凛子が二人の登場を待っていた。そして二人は登場し、小さいながらも温かい結婚披露宴が行われ、舞の新たな人生が始まった。後日、岩倉では、舞が頑張って作り上げていたブログへのアクセス数が増え、社員が喜んでいる中、女性の職人、土屋が、笠巻がぎっくり腰になり動けなくなったと、事務所に大慌てで駆け込んできた。舞は町の住民に工場のことをもっと知ってもらう目的でオープンファクトリーをやりたいとめぐみとたかしに話す。そんな舞の提案をたかしは意図を組み分かりやすく説く。そんな彼を見ていためぐみは舞に、仲間ができたと微笑んでいた。それからめぐみは、東大阪で工場を経営する社長の集まりがあるから、そこで提案することを舞に勧める。舞は安川に、東大阪でオープンファクトリーをやりたいと相談するが、参加する工場が2社だけ、しかも過去にこういったことをやった実績がないことに、安川は異存を唱える。しかし、元何はバードマンの厚見が、今は何は大学で都市ブランディング専門の准教授をしていることを思い出し、安川は前に厚見が興味がないか相談してみようと提案する。舞が梅津で昼食をとっていると、そこへ他の工場の社長、的場がやってくる。そんな的場に舞は、オープンファクトリーで子供たちに作ってもらう試作の模型飛行機を誇らしげに披露すると、的場はその完成度の高さに驚き、雪乃やマサルも褒める。その場にいた客の社長たちが集まってきて、
完成度の高さに同じく驚き、材料加工を手伝い参加すると話し、舞が目指しているオープンファクトリーに対して協力的になってくれる。第21週はこのようなお話になるようです。舞と高志は浩太の仏前で結婚の報告をするようですが、浩太さんが生きていればどれほど良かったか、このシーンがあるというのは今から目に涙がたまりそうです。舞と高志の結婚披露宴では昔懐かしい人の顔が見られそうですね。五島の人たちは最近登場していたので大体はわかるのですが、なにわバードマン時代のゆらさんは今何をしているのか、航空学校時代の矢野凛子はどこの空を飛んで、目標だった日本初の女性機長になれたのかなど、たくさんの知りたいことがわかりそうです。そして予告の映像では、髪が金色から黒くなったハルトとクルミが一緒にいるところのシーンがありましたが、 SNS でも二人の仲が深くなっていくことへの期待の声が多くありました。あの雨の日、クルミに助けてもらったハルトはクルミに好意を寄せ、クルミもまたトゲトゲしさが消え、柔らかくなったハルトへの感情がいい方向に向かえば、二人の関係も深まるのかもしれませんね。そして舞がやろうとしているオープンファクトリーとはどんなものなのか、見てみないとわかりませんが、これからは優しい夫たかしも一緒となり、舞の新しい人生が始まろうとしているようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。